広い空に何を感じ、雨も憂鬱となる、イメージできない誰も知らない。皆さんこんばんは、貧乏中年 TV のこたつです。今夜も一人で心霊スポットに行く時間がやってまいりました。今夜行くところはですね、山口県にあります平家塚と妻の家というところで、こちらでは落ち武者の霊であったり女性の霊を見かけるということなので、今回はその噂されている霊というのが本当に見ることができるのかというのを調査していきたいと思います。はい、今平家塚の近くまでやってきました。この場所はね、近くに民家はちょこちょこあるんですけど、街灯が一本も立ってなくて、まあ、夜になるとね真っ暗な場所なんですよ。そんな場所に急に山の方へ向かう道がポツンと現れて、そこを進むとね、今回言われている平家塚があるらしいんですけど、なんかあの電信柱の先に石碑みたいなのがあるね。あー、なんか書いてあるわ。平家塚霊神社はこの上です。霊神社ってなんだ、なんかいかにも霊が出そうな名前ですけど、まあ、とりあえずこの石碑に書いてある通り、このなんか音鳴ってるけど、この奥の道進んでいきますか。でこの入り口見て、この今僕がいる場所はね普通に整備された道路なんですけど、なんか本当にこう横の脇道、そこを入っていくようなそんな場所で、特になんか石みたいなのが置かれてるけど整備されてるって感じはしないんだよな。まあ、実はこの場所ね結構前、まあ、僕がねシロッコさんと二人で壇ノ浦に行った、過去にね行った動画については概要欄に載せさせていただくんですけど、まあ、その場所を行った際にリスナーさんから、確かにそこもやばいけど平家塚というところの方がやばいよっていう、なんだ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 、なんか叩くみたいな音ずっと聞こえるんだけど、まあ、そういったご連絡をいただいてたんですよ。ただちょっと場所が分からなくて、まあ行けなかったんですけど、今回ねこの平家塚と、まあ、近くに妻の家と言われるもう一つの心霊スポット、そこを合わせてリスナーさんから場所のご連絡をいただいたので、まあ、ちょっと今回はお邪魔させていただこうということで来させていただいてます。とりあえずちょっと奥入っていきますか。この道すごいな。ちなみにこの場所はねどういった場所かと言いますと、壇ノ浦の戦いっていう平家が滅ぼされた戦いがあるんですけど、その戦いの後に生き残った平家の人がここに逃げ延びてひっそりと暮らしていた場所になるそうです。なので、まあ、こういったちょっと奥まったところにあるのかもしれないですけど、でここで生き延びた兵士は、まあ、もしかしたらその戦の相手のことをね恨み続けたりして、生き延びて亡くなったそのお墓があるからこそまだここにね成仏できずに残っていて、幽霊が見えたりするのかもしれないですね。でこの場所
ったら幽霊が見えるこっちの方がやばいよっていただいたリスナーさんの情報だと、雨が降ってる日、その日の夜中の2時前後、それぐらいに行くと少なくとも2枚は心霊写真が撮れるよってことなんですよ。今日はね、たまたまさっきまで雨が降ってて、まあ今上がりはしたんですけど、まだ木についた雫とかがちょっとね垂れてくるような、そんな天気なんですよね。なのでもしかしたら心霊写真っていうのが撮れるかもしれないですね。あ、なんか看板あるね。平家塚、山あいの里壇の浦の合戦で滅んだ平家のうち隠れ住んでいたところ。え、ちょっと待って、何これ。ここは平家藪とも言われ、かつてはここに一歩でも入るとふるいがつき、たたりがあると恐れられてきた。何それ、そんなの聞いてないんですけど。いや、ちょっと待って、もしかしたらですけど、ここってなんか人目につきにくいような場所にあるじゃないですか。まあ隠れ住んでたからそういった場所なんでしょうけど、ただその時代ってやっぱり相手の武将とかの残党って、まあ、最後まで探し当てて殺すみたいなことってあったりすると思うんですよね。そうなったらここに隠れ住んでる人たちを殺すためにやってきた相手方の武士たち、それがここに入った時に身を守るために殺害したとか、そういったのってあるんじゃないですか。そうなるとここって平家以外の武士の人も亡くなってたりするんじゃないかな。まあ、完全に予想で話してるから分からんけどね。すごい場所にあるな。おお、怖っ。ちょっと待って、いろいろ音するんだけど、おで、こっから先は完全に竹林、なぎ倒れてきてて大丈夫か。ちょっとね、人が歩くように道は開かれてる感じは、なんかごめんね、声みたいな聞こえなかった。なんかね、もうお化け屋敷を歩いてるみたい、そんな感じの、いつ何が出てきてもおかしくないみたいな、それぐらいの恐怖感はあるわ。この竹の音ってさ、竹が本当になってるのか、誰かが叩いてるのか、ちょっとよくわからんから、それが怖いよね。もう周りの方はね、完全に奥まで竹林になってて、特に何かあるとかはないので、ライトの光もないし、人は僕以外いないと思うんですよ。なのでまあこういったね、竹の音は鳴ったとしても、声とか完全に人が歩くような音とか、そういったのが鳴ると、まあ近くに何かがいる、そういった大豆なのかもしれないですね。怖、マジで怖。あ、なんか看板あるね、あそこ。霊神社と呼ばれるところ。それがこの右側の道。で、旗掛けの松跡と言われるのが、まあ、こっちの道っぽいですね。ちなみにこの旗掛けの松跡っていうのは、戦の時に自分の家紋とかが書かれた旗とかって、戦国時代とかは掲げるじゃないですか。まあ、そういった自分の旗、それを松の木に立てかけてたっていう、その松が残っている後の場所らしいんですよ。まあ、今はもうすでにその松はないらしいんですけど、まあ、ちょっとそちらから見に行ってみますか。あれか、なんかちょこちょこ置いてあるみたいに見えるけど、なんかもう完全にここ道じゃないんだよな。え、ちょっと待って、なんか石いっぱい置いてない？
あれはお墓じゃないよね。ここにもあるのか。おお、これはお墓っぽいね。ごめん、ここにはないと思ってたからちょっとびっくりした。こっちには墓石っぽいのはあれど、こっちにないのはなんで。このバラバラになった石はもともと墓石とかだったのか、ちょっとわからんけど、ここでまずトリフィールをつけて写真を失礼しますか。いや、なんか反応はあるけど、ま、住宅が近くにあることもあって、ま、電子機器もあったり電波も少しはあるんですよね。待って、完全に今恋したって、なんかすげえ苦しそうな声したんだけど、とりあえず続けて写真撮りますね。では失礼します。とりあえずなんか顔っぽいのとかは映ってなさそうだったので、まあ実際の平家塚があると言われている霊神社の方に移動しますか。わあ、なんかこっからの道すごいよ。落ち葉がもう道全体にこう広がってて、管理とかはされてはなさそう。なんか人が来てるのかも怪しいよね。わあ、なんか鳥居は見えてきたけど、すごい場所にあるなこれ。本当にもう周りは森？竹林？なんかそんなのに覆われてて、ここに来るまで一本道で、平家塚が、あの辺全部お墓じゃないあれ。あ、そうだよね、やっぱり。お供え物みたいなのが、ちょっと変えられてる感じもするので、人は来られてはいそうですね。金網とかされてるしね。ちょっとここも一枚写真を失礼しますか。では、すいません。失礼いたします。大丈夫だよね。なんか竹の左の方の奥に何かが映ってるように見える気もしなくはないけど、あ、奥の灯籠か。びっくりした。なんか誰かがいるのかと思った。なんか今声みたいの入った気がするけど、気のせい？ちょっととりあえず神社の方もお参りさせていただきますか。それでは失礼いたします。あ、なんか霊神社の内容が書いてあるところがあるね。霊神社平家塚に伴われられてる、伴われている、伴られている平家塚に伴われている平家内人の霊が祀られているということは、ここにはやっぱり幽霊がいらっしゃるってこと？おー、すごいな。なんかお堂があるとかじゃなく、灯籠と狛犬と、あとはなんか祠？そ
これだけがあるけど、え、なんかすごくない？これ初めて見たこの形。これで、この下になんか埋まってるとか、こっちもそんな風に見えるけど、びっくりした、びっくりした、びっくりした。うんうんうん、なんか息を誰かが吐くみたいな、みたいな。ちょっと待って待って待って、何かが反応してる気がする。なんか灯籠の中入ってない？これ壊れてるけど大丈夫？これ以上奥には何もないよね。場所的にはここで幽霊が見えるってこと？ちょっとここも写真失礼させていただきますか。いや、せっかくだからチェキ撮ろうか。じゃあチェキを撮っていきたいと思います。では写真を失礼します。で、今回この場所の近くに妻の家というもう一つ心霊スポットがあるっていうふうに伺っておりますので、僕がもう一つの妻の家を調査しに行ってる間は、ここに豆柴くんを待機させて何が起こるのかっていうのを確認していきたいと思います。ちなみに今時刻が2時2分なので、まあ3時2分まで僕はもう一つのところを調査しながら、ここに豆柴を待機させて、まあ、僕も残りの時間ね、ここに戻ってきて待機をして調査していきたいと思います。はい、今平家塚の入り口まで戻ってきました。で、ここの道路を挟んだ向かい側、そこにまた森へと続くなんか小道みたいなのがあるんですよ。ここを進んでいくと妻の家と言われる場所があるらしいので、まあ、とりあえずこの道を進んでいきたいと思います。うわ、すごいなこの道も。もう完全に森よ。人なんて来てる雰囲気が全くない。ちなみに今から向かう場所なんですけど、夫と妻と子供の3人で暮らしていた家だったらしいんですよ。そこでなぜか妻が夫を殺害して、そして子供も殺害して、まあ、自らが命を絶った場所、まあ、一家心中があった場所ですね。そういうふうに言われてるんですよ。でもすでにね、建物自体は取り壊されていて、まあ、跡が残ってるだけらしいんですけど、その建物があったところでは女性の霊っていうのが訪れた人を何人も目撃しているらしくて、殺害を行った妻なんじゃないかっていうふうに言われている場所です。まあどういった形で跡が残っているかわからないですけど、とりあえずね、まあ、ちょっと見に行きたいと思います。まあ進んできてますけど、この道、まあ、平家塚もかなり近いので、もしかしたら隠れ住んでいた方の子孫とかそういったこともあるのかな。たたりがあるとかなんかいろいろ書いてあったけど、そういったのにも関係してるのか、まあ、とりあえずちょっとよくわからんけど、なんか前の方瓦礫いっぱいない？あー、すごいなここ。解体されたって聞いてたけど、これ解体じゃなくて単純に崩れてない？なんか羽生田村とか行った時の潰れた家の感じにめちゃめちゃ似てるんだけど、まあ、ちょっと敷地には入れないですけど、何？何？なんか今金属音鳴ったよね。と
とりあえずトリフィールドつけてみますか。体的には特に反応はしてはいないね。あの崩れた場所らへん、ちょっと待って、めちゃめちゃ反応してる。まだ妻の霊が成仏できずにどっかにいるってこと？すごいな、なんか物だけはめちゃめちゃ残ってるよ。あの辺とか靴とか、あとは瓦礫、いや前の方にも靴あるわ。この今見えてる靴って多分女性もんだよね。なんか落ちてないか。なんだこの布、タオル、あ、服か。あ、ちょっと待って、名前書いてあるわ。ちょっと僕だけ確認します。完全に女性の名前。何？何？ただ女性の名前の名字は平とかではないので、まあ、分からないけどね、嫁いだりしたら名前変わるから。平家塚と関係あるかは分からんけど、ちょっと霧も出てきて雰囲気はかなりあるね。ここも一枚写真失礼しますか。今写真を見た感じだと特に何か写ってるようには見えはしないですね。まあ、ただなんか見ようによっちゃこの草木の間とかね、なんかそこに顔が映ってるようにも見えなくはないけど、まあ多分考えすぎだとは思いますね。で、ちなみにこの場所、1年前まではしっかり家が建って残ってたんですよ。なのにこんなにぐしゃっと潰れてしまっているのは、やっぱ意図的に何かね、壊された感じはするんですよ。さすがに1年やそこらでこんなにボロボロになったりはしないと思うので。ただそうなると、なんでこんな潰し方をしたのかっていうのが逆に気になるんですよ。解体業者が入ったのであれば、もっとねこういった瓦礫もなくすように綺麗に崩すと思うんですけど、とりあえず崩すためだけに潰したみたいな、そんな感じが見て取れるんですけど、ここで見られる女性の霊とか、なんかそういったのが関係するのかな。まあ、わからないけどね。何？なんか今完全に人の声がした。しかも男性。え、ちょっと待って、普通に怖い。僕に見る限りは何も見えんけど。はいはいはい、さっきからなんかこうなるよね。何の金属音ですか？え？え？ちょっと待って。なんか足音っぽいのも。ルルルル、誰かいる、誰かいる。ちょっととりあえず。このなんかさっきから金属音みたいなのを歩くたびにカシャンって当たるみたいな、そんな音がする場所が一番怖いので、ここも一枚写真を撮らせていただきたいと思います。僕が見た感じは何か映ってるとかはなさそう。
まあ、とりあえずここはね、もうこれ以上調べようがないので、平家塚の方に戻りたいと思います。これなんか、なんでライト消えてんの？いや、普通にライトはつくはず。だよね。なんかいる？スピリットボックスも試してみますか。こんばんは、すいません、お邪魔してます。ここに平家の方が眠られてるって聞いてるんですけど、近くにいらっしゃいましたらお話しさせてもらえませんか。今反応されたのはここにいらっしゃる方ですか。ここにいらっしゃる方であれば、あなたは平家の一族の方でしょうか。初めの声と違う声なんですよ。男性の方ですか。ぐらいの声がする。ちょっと待って、なんかぼやっぽいのが。ちょっと待ってこの辺でぼやっぽいのが動いたように見えたんだけど、ここに今どなたかいらっしゃいませんでした。一緒に霧か？めっちゃ反応よくなった。なんか完全に違う声に変わってるんだけど、どういうことこれ？女性の方ですか？普通電波拾ってるならね、声って変わらないはずなんよ。てるっていうことはそういうことなのか。今どこにいらっしゃいますか。どうした、なんか お墓がいっぱいある方ですか。ちょっと移動しながらやってみますか。ここ下関だから確かに港は近いんで、焦る、マジで焦った。とりあえずお墓がいっぱいある方に移動してみたいと思います。さっきから聞こえる声っていうのは、ここで眠られてる方のどなたかですか。もしいらっしゃれば反応していただきたいんですけど。なんか喋られてるんだけど、なんて言ってるのかが聞き取れない。ちょっとよくわからんけど、なんかこっちの方が反応良さそうなんで、残りの時間はここで
待機をしたいと思います。 100ぐらいの数値は反応してる。ただ見る限り別に何かがあるっていうわけじゃないんだよ。見たら分かると思う。お墓しかないし、でも外すとなんか数値は下がって、上がる上がる、200。どういうこと？このスピードウォッチとか関係ないよ。で離して、うん、100 250。何このお墓？平の左、読めないけど確実に平家の方のお墓ではある。ちょっとこのお墓メインで1枚写真撮ってみますか。多分パッと見ただけ、僕が見た感じだと何か映ってるとかはないんだけど、なんかトリフィールドが反応あるのは、なんか来てる、なんか来てる。待って、ちょっと待ってね、ちょっともう本当やめて。ライトはないよね。なんだ今の音は。ちなみにさっき撮ったチェキを今確認しているんですけど、まあ見た感じ何か映ってるとかそういったのは特になさそうですね。今時刻が3時2分と、まあ、1時間経ちましたんで、これで平家塚と妻の家の検証を終了したいと思います。はい、今戻ってきました。まあ、今回行かせていただいた平家塚と妻の家、恐怖レベルを5段階評価で表すと 2.5 こたつです。まあ、今回の場所、実際に霊が眠っているっていう風に書かれているものが存在したので、まあ本当にいるんだろうなっていうのと、かなりね、そこへ向かう道の雰囲気がね、すごくて、あれはね、なかなか一人ではね、行くのは怖いと思う。まあ現象としても、足音みたいな、完全に人がすり寄ってくるみたいな音は聞こえたんですけど、まあ、何か見えると言われていた幽霊が見えたりとか、心霊写真が撮れたりっていうのも、おそらく僕が見る限りはなかったので、2.5 こたつとさせていただきたいと思います。まあ、まだまだこれからいろんな心霊スポット回ろうと思いますので、こういった場所があるよとか、こういった検証をしてみてほしいみたいな情報がございましたら、ぜひともよろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。トムナワレラレテル、トムナワラレテル、ともられている。